ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さんお世話になってます。ではね、新しい街、ベクセリアに着きましたので、動画撮っていきたいと思います。これか、最後の鍵とかかな?がないと、ってやつですね、多分ね。多分この今フラグですよね。この人が多分ですね、この町のベクセリアの助けなきゃいけない人なんでしょうね。よし、あとこの流行り病か、これを助けてあげればいいのかな。まあ物色は安定ですね。ドラクエって物色ゲーなんで、基本的に。流行り病か。で、今、下開けられないドアのとこは多分、このお姉さん連れてけばかな?あ、違うね。あ、いや、正解っぽいね。奥さんなんですね、考古学の先生の。で、この奥さんの絹のローブを今主人公はゲットしてしまったと。なるほど。物色ゲーですね。でっかい屋敷。旦那様か。ベクセリアに代々続く名家。古文書とかたくさん残っている。なるほどね。こちらお嬢さん。銀のリスト、いいね。とりあえずフラグを立てて次のとこに行きたいんだよな。お料理人の方ですね。そっか、さっきの人がこの屋敷の娘さんなのかな。なんもない。いいね、壺が簡単に割れるようになった仕様がとてもね助かるんですよね。一回持ち上げて叩き割るとかだったからね、昔はね。いいね、いいね。お、旦那様。ベクセリアに流行り病が広がっていると、100年ほど前に今と同じように流行ったらしいと、だから古文書を漁っていたと。で、やむを得ず、学者のルーフィンに解読を任せているんだけども、なかなかと。店ある一軒家、はーい。じゃあ行きますか。ああ、こっから出れないのか。さすがに繋がってなかったか。さて、この下が研究所でこれですよね。で、奥さんが、おお、寝てるぞ、もう。奥さんにしてはなんか若々しいな。ルー君。うわぁ、キャラクター。キャラクター嫌だわ、なんか。サンディといい、この人といい。なんか嫌だわ。ルー君の妻、エリザ。エリザか、そこそこ。ちょっとなぁ。なんかね、奥さんって言うとね、ビアンカ・フローラのイメージが強いんでね、自分の中ではね。なんかね、しっくり来ないですね、こういうキャラクター。パパッとルークに会うのが気まずいって、そう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 。まさにおっしゃる通り。エリザよくわかってますね。一緒に入ればいいのに。おー、なんか学者って感じするわ。ドラクエキャラでメガネキャラって珍しくない?ご飯がアニメの中で一回見せた時くらいじゃない?超珍しいよね、メガネかけてるキャラクターって。
石のね、遺跡ね。なるほどね。その中に病魔と呼ばれる恐るべき災いが眠っているとも知らずに、でも開けてしまったと。呪いの一種、当時の人々は病魔を封印し、入り口を祠で塞ぐことで呪いから逃れたと。多分地震で封印が解けたと。うん、なるほどね。病魔っていうのを封印し直せばいいんじゃないかと。さて、ではね、やっていきましょう。西の祠に行くんですよね。じゃあ、さっと行きますか。もう西の祠の場所は分かってます。ここら辺の敵をね、狩り尽くしてるんで、狩り尽くしたんで、レベルも上がってますね。倒す方も把握してます。まあ、雑魚は本当に、問題ない。多分、ヒャダルコでワンパン。で、こうなっちゃうと、まあ、イオと通常攻撃で終わりって感じかな。メイジェポンポコはね、うわぁ、この一体にヒャダルコ使うか。さすが AI だ。ひでえ AI だな。このトラジャの魔法攻撃やっぱり強いんですけど、MP 消費半端じゃないんですよね。ヒャダルコ8消費するからね、10回しか打てないから、結構大事に使っていかないとダメですね。で、ここら辺の敵はもう、十分倒せる。倒す必要がない。あ、でも動画でまだ見せてないのか。ちょっと戦っていくか。天竺、単体か。結構ね、複数で出てきてくれるんでね。経験値50、60もらえたりするパターンもあったりするんで、うん。そこ狙っていつもやってるんですが、マタンゴまだ倒してないよね、動画でね。じゃあ行きましょう。あ、また単体か。結構強いよね。まあ、トラジャの防御力が低いっていうのもあるけど。トラジャ素早くてね、即ね、魔法打ってくれるんでね、すごい助かるんですけどね。未完成 MP が。これはもう戦ってますね。突進小僧とかだったかな。さて、ここだと思うんだけどね。あれ俺なんかまだ、フラグ立て損なってたっけ。やべ。おお、ちょっと待ってね。じゃあ別のとこ行ってみようか。今のとこだと思ったんだけど、こっちかもしんない。いやー、今日はあったかくてよかったね。あったかい日がね、ちょくちょく出てきますよね。すごい助かるよ。これから？違うね。今の距離もかわすのかよ。これ下れないよね、多分ね。じゃあ、あの円形のとこ行ってみるか、下の。今ちょうど、真南。いや、これは無理だろ。オッケー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 と、オッケーと。これかな？あ、違うね。わかんないな。多分フラグ立て損なってるな、これ。鬼滅場で戻ります。大量に購入してあるんで、金はね、ほんといくらでもあるんで問題ない。最強装備つけてもいいんですけどね、やっぱね、もったいないんですよね、なんかね。あ、そっか、話聞いて村長、町長のとこ戻んなきゃいけなかったんじゃなかったっけ、確か。なんか様子を見てまいれみたいなさ、そんな感じの話だったよね、確かね。そうだそうだ。ウェイ、で、町長が確かここら辺の書庫にいたいたいた。よし、もちろんやるぞ。おお、これでやっと話が進むんですね。把握把握。ちょっと先走りすぎましたね。うん。出ました。このサンディのなんかあだ名つけたいな。この黒ギャル。黒ギャルでいいか？もう黒ギャルにしよう。黒ギャルにしよう。黒ギャルが、無駄に出てきたが。黒ギャル全く使い物になんないかな。一緒に戦ってくれるわけでもないし。対して、助言くれるわけでもないし。
なるほど、お父さんの手のものってわけだ。なかなかめんどくさい関係みたいですね。ネットでこじれた人間関係もこんな感じだけどね。ブラックなことを言っていく。はい。いいですね。どんどん行きましょう。ネットで、あるあるですかね。人間関係の崩れはね。もみじちゃん、もみじちゃん。オッケーオッケー。結構しつこく追いかけ回してくるからね。もみじ、かっこストーカーだな。でも、もみじっていう名前の人結構いたりするからね。自分も、高校の時一人いたんで、もみじ。もみじさんが。今みたいな発言はやめましょうね。妙な誤解を生むからね。もみじさんはいるけど、もみじくんはいないかな。あんまいないか。リア友でストーカーいる？今んとこ会ったことないな。お、入れた。ストーカー被害に遭うっていうのもなかなか聞いたことないな。多分な、今までないですね。なるほどね。あの壁が壊れてて、ビオマがこっから出てきてたと、そういうことなんですね。おー、明らかにもうなんか。二人の賢者目覚めしとき、赤き光と青き光が蘇ると、導きの光が照らし出すとき、閉ざされし扉は開かれん。うん、意味は分かった。把握した。多分二体の賢者の像があるから、それを光宿せればいいんだ。ハニワナイト。すっげえな。すっげえな。常に非貧状態じゃん、馬が。強そう、なかなか。あー、ヒャダルコ強え。ワンパンか、ヒャダルコで。把握。これは強いぞ。とりあえず全部回るぞ。あー、死神はまだ戦ってなかったっけ？ちょっと先に倒しちゃおうか、そしたら。そしたら、主人公で死神攻撃して、あー、トラジャー、ヒャダルコ撃ってくれなかったか。とりあえず死神オッケーですね。いいね、先生取ってくれるの助かるな。多分ミリアはね、さすがに負けるよね。そうだよね。だミリアは防御力高いんで、問題ない。一番素早さ低いけど、ミリアの攻撃力半端じゃないからね。じゃあ槍スキル上げていきますか。これ後々名前変えれるかな？結構、今ちょうどパート、いくつぐらい出てるんだったかな。大きな鏡。これの向き変えたりすんのかね？そういうわけじゃないのか。ちょうどなんかいろんな名前これにしてほしいと、これしてほしいとか、なんかツイッターで気出してるんですよね。今ちょうど気出してるんで。おっと？おっと？これメタルスライムでしょ？どう考えても。あー、逃げられた。別のに当たられてしまった。メタルスライム狩りできるの？ここで。レベルめっちゃ上がんじゃね？そしたら。自分レベル上げしだすと再現なくしだすからな。動画的にね、あれなんですよね。低レベルで、ギリギリの戦いを結構求められるんで、実況って。あ、これも戦ったことないね。あ、わかったわ。あの鏡の意味がわかった。光を反射させて、あれだ。どっかまで光を持っていくんだ。そういうことだな。え、ミイラ男強え。え、マジで？超強いじゃん。ミイラ男、要注意だな。でも結構、今回初見なんで、まあ、8と同様、結構レベル上げさせてもらいますね、裏で。どっちかって言うと、ストーリーを楽しんでいただけたらなと思います。ああいう風にメタルスライム出てくることがわかるのであれば、もうここにガンガン。ここでガンガン狩ろうとは思ってます。レベル上げると、崩れちゃうのかな、バランス。どうなんだろうな。スキルの種。へぇ。でさ、しまった。多分イメージとしてはこういうことなんだよね。逃げれるんだったら逃げちゃう。逃げる。オッケーオッケーオッケー。
カット分入ってるか、今だいたい15分くらいか。多分これがこう光が繋がっていって、おっと。ですよね。こうやって反射反射反射で多分。ですね。下に続いてんのね。オッケーオッケー。かわすかわす。で、こっちの像も多分スイッチ入れてあげたら、うん。思った通り。次のとこに進めると。よーし。じゃあ、うん。じゃあここで一旦終わっちゃいますか？終わっちゃいましょうかね。うん。探索は裏でやっときます。はい。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。